はい、皆さんこんにちは、アチでございます。 V サターの315パート96ですね、やっていきたいと思います。まあなかなかいい感じではありますね。届くかな。あ、てか記者がないんですね。よく考えてみると、さあこっちから来るのかな。まだ誰、これが孫作さんね。そっかそっか、これが孫作さんだったのね。はい、で、じゃあ義援さんはちょっとこっちにね、こっちに貼っときましょうか。で、光純さんも義援さんの周りでちょっと迎撃しましょうかね。玄関さんはこちらで、多分ね西から来ると思うんでね。よいしょ、ここはいいか、これでいいですね。9200人、で今が28日でしょう。多分これ孫作さんの方に行くと来ますね。1、2、3、4つ開けたら確実ですね。4つ開けてから確実に矢は打ち込まれないんでね、あの陣形ならね。でここで待ち構えて衆参を引き出しましょうかね。一応押し守りましょう。陣形変えましょうか。帰京で行きましょう。で、大志寺さん。そっか、大志寺さん、中移動するか。で、ここで陣形変えましょうかね、次の日にね。皆さんね。早く竜将さんが来ないかな。待ち遠しいね。ちょっとさすがに全滅させたいなと思う今日この頃ですね。で、菅野先生が入って打ちましょうか。はい、よいしょ。あと27日から待たないといけないですね、もう少しね。そしゅうさん、びっくりするでしょ。びっくりしたので、あ、そっか、陣形変えてると、まあ、いいか。もう一月で待ちましょうか。あ、一月じゃないわ。一月までえらいことになりますね。長飛さんは、円月に切り替えましょう。で、徐光さん届く？あ、届くね。届くんだけども、観音先生、あ、距離にあったね。臨時押しでやるか。ね。もうここは打ち切っちゃいましょう。おぉ、疲れてた。2回、3回、4回、あ、行くね。あ、なんとか4回で。4回でなんとか。あ、おぉ、1000人、損害は1000人出ませんでしたね。過労死で。はい。白というか砦はこんだけね、多分ね。よいしょ。陣形を変えまして、さあさあ、迎撃しましょう。義援さんなんもないの？あ、ないんだね。逆に義援さんは、遊撃させましょうかね。遊撃ですね。義援さんはこの辺で。ここで、光純さんは、円月持ってんだね。円月の方がいいよね。魚輪はちょっと損害がでかいんでね。さあ、角将さん、やっと来れましたね。やっと川を渡りました。玄関さんは、山の中で、ね、多分ですよ、こっから来ますんで。ここで待ち伏せしましょうか。
ですね。で、孫作さん、王者持ってるんでね。遠くから撃てる人かな。あ、そうだ。あ、違うわ。こっから来るとか関係ないんだわ。もう、孫作さんの周りに出るはずだから。あー、じゃあね、一個しびとこうか。で、こういう感じで。で、議員さん後ろで、遊撃しましょうか。で、張飛さんこちら。で、ゴーデンさん。あー、ゴーデンさんこちらかな。これカノンさんよね。カノンさんは、陣形で、眼光ですね。で、こちらかな。で、何人いるんですか。あー、2万いるのね。あ、大変だわ、これ。で、ジョコウさんこちらでしょうかね。あー、ジョコウさん。ジョコウさんは、前だそうか。こんな感じでしょうかね。で、あ、間に合った。間に合いましたね。で、陣形を、あ、違うね。あ、いく、あ、ん、あー、ん、どうしてね。はい。あ、違う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 。はいね。で、孫作軍が到着。平安より流暢の使者が、で、あ、4万ね。まだ皇族来ますね。皇族まだ来ますね。あ、思ったより来てない。来てないですね。せっかくだったんですけどね。思ったより来てない。あら、3000人。より、あ、両毛さんは2万。これはやりがいがあるな。確証さん。ああ、そうだね。この辺かな。で、チョンウンさん。あ、チョンウンさんやばいね。もっとドカッと来ると思ってたんだけど、甘かったですね。どうしよう。正面から行くか。ああ、正面から行っちゃおう。はいはいはい。もう囲んじゃいましょうかね。もう囲みに行きましょう。次の援軍来るまでに決まりますね、多分ね、これね。うん、後ろから。ケツからね。ヨンホンさんね、かなりね、やりにくいんですよね。はい。こういう人取れましたね。さあ。行っちゃおっか。カーンさん、ね、一応カーンさんだったらこっから撃てるかな。カーンさんあれあったっけ。遠いやね。ないね。ということは孫作さん持ってたら仕返しされるな。これあると王者あるんでね。おお、あ、遠くは無理なのね。さあ、どうしよう。どうしよう。ぶっちゃけね、いくら張飛さんでもね、あ、張飛さんじゃない、張雲さんでもね、孫作さんの前には立ちたくないなあ。あ、王者ね。王者持ってんだね。よく王者持ってたのね。さあ、どうでしょうか。あ、普通にしてきましたね。あらら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 。さあ、あ、お尻見せたままですね。タイシーさん横から行っちゃおっか。いや、ここはチョーンさん横から行っちゃおっか。
あ、これ持ちませんね、向こうさん。うん。で、三作さんね。どうしましょう。後ろからね。ほんと三作さん。たまんないね。これで囲むか。ああ、弓じゃできないよね。ああ、そうね。おう。強いな。さすがに孫作さん強いな。後ろ、義援さん。あ、1万2までいますね。じゃあ、いっか。で、結構、おう、うん、うん。で、ギンナーさんに交代する感じにしますか。高純さんね。どんな勝負なんだろう。あ、その前に弓置きましょう。もうさ、あ、5000ね。5000だったら、ヒアはやめておこう。お、勝ったりな。で、タイシーさんからね。あ、だいぶ落とせましたね。さあ、コウジさん、頑張りましょう。ちょっとすいません。よいしょ。よいしょ。あとは、ここか。学生さんを守っておきましょう。はい。次に迫力でやってしまいましょう。1万5000人ね。で、両毛さん、2000人だったら義援さんでいけるよね。あ、いけた。はい、義援が、おお、眼光を覚えましたか。どっちが、あ、やっぱ長雲さんだね。ああ、どっちもどっちか。いや、でも、長雲さんで行っちゃおう。せっかくだから。ああ、だいぶなんとか。なんとかね。おお、クリティカル出た。あ、強い強い。工場さん、頑張れ。あ、はいはい。コウジュンさん100は超えてない。あ、ブークさん93なのね。あ、大地さんの方が良かったのか。さ、で、学長さん届かないでしょ。ここかな。はいはい。で、大地さんは一応石を下がりましょう。で、ゲンガンさんは、ないでしょうか、一応ね。あ、復兵されたらどうしよう。大丈夫かな。お、そっち来る。あ、一番弱いのに来たのかな。じゃあ、一斉攻撃で。はい、捕まえました。はい、コンス倒しましたね。あ、郊外さんいました。おお、中さんいるの。関東さん、中大さん、ソムさん、チームさん、テープさん、竜王さん、ソモさん、竜王さん、関拓さん、チカムさん、タイムさん、リハンさん、ヨウヒョウさん。あー、これに、逃がした後、竜将さんのとこに行くのがちょっと懸念材料だな。中さんなんか来てほしいんですけどね。ここ大将でしたっけ。ね、皆さん残しましょう。よいしょ。はいはい、残しますよ。あー、来ないだろうね。
法隆さん、あ、来ないね。龍門さん、お、来た。敵にも明日厄介だけどね、来てくれると嬉しいね。あ、小林さん来ないわ。60歳ですよ、もう。甲冑さん、あ、57ね、甲冑さんもね。あ、気は変わらぬと。あ、関東さん、おお、関東さん来ましたか。はい、招待さんね。あ、いい人多いな。チングさん、あ、やっとチングさん来ましたね。テイクさん、あ、来た来た。リュウヨウさん、来ないね。サモさん、お、来たわ。リュウドさん、あ、来ましたね。アンタクさん、あ、でも思ったらいいですね。シュカンさん、お、来た。タンユンさん、まあ、タンユンさんいませんね。ヨハンさん、あ、来たね。ヒョヒョさん、あ、来ないか。あ、63歳ですね。あ、孫作、孫作さん来るかな。お、来ましたね。第3部隊作るか。あら、まあ、これは第3部隊作れますね。不思議さんでね。さあ、褒美をね、爆発するかやらんとね。これ持ってかれたら、リュウルさん失ってもいいんでね。ソンさんと、あ、ソンサクさんだね、まずね。おぉ、ソンサクさん失っちゃうと痛いんでね。あ、まあ、なんて贅沢なんでしょうね、これね。本当に。ソモさんも結構使えますね。バランスいい人ですよね。はいはい。で、褒美で。あー、実はね、エイアンも攻めに行こうと思ったんですけどね、カンペイさんでね。ちょっとそんな暇ないみたいなね、今回は。連れてかれたら困る人、確実に困る人。テイフさんもやっとこう。あとは、あ、リョウモウさんだね。この人いいわ。あんま寿命が長くないんですよね、演技上ではね。よいしょ。関東さんもいいですもんね。褒美を受けましょう。だんだんで本当にやることがね、なくなってきました。チングさん、主観さんをやりたいね、今回で。あ、何度かみんな忘れたわ。1500ぐらいでいいかな。あと何人？あ、主観さんはね、主観さん押さえとかないといけないですね。で、あ、ちょうどいい感じですね、リュウドさんね。リュウドさんは、あ、微妙なんですけどね。いい。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたんで。この辺で終わっておきたいと思います。ボイサターの三国志ファイブですね、パート96ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。